ジャンで抑えた1番の東哲也、これを1本出して中段は3番の吉田匠、一方6番の松田直也が後方7番手になっています。ジャンからの抑え先行です。1番の東哲也が徐々にペースアップで最終周回、中段4番手、3番の吉野匠、一方九州勢は後手を踏んで後方7番手、2コーナーからバックへと向かっていきます。先行は1番の東哲也、ジャンから抑えてかけて2コーナー7番手からは6番の松田まくっていきます。中段4番手には3番の吉野匠ですが、吉野がちょっとかぶる体勢になったか、2センターから4コーナーカーブ、6番の松田のまくりですが、現在4番手、4コーナーから直線です。先頭東、番手から5番のワニブチ正利、ワニブチ追い込んだか、お疲れ様。やっぱり山田美穂さんのパワーあるよね。いい感じだった。松田もいいとこでまくりに来て、はい、ちょうどいや、もう重たかった、取った、重たかった、きつかった。内外戦艦これはすべての右から左です。今日はいや、なんか愛知勢のバトンを見事に引き継いでますね、はい、愛知勢の作ってるバトン、うん、先輩が作ってくれて、そうですね、後輩が作ってくれて、はい、最後俺が締めると、そうですね、まあ、いや東すごかった、そうですね、バックね絶対まくられると思った、はい、3コーナーでちょっと開けようかなと思って、ちょっと開けかけたら、はい、離れできそうになって、はい、それぐらいが良かった。ただね、その東さんでぴったり追走でしっかり捉えちゃいました。東はね、要もエスキンの時から連携させてもらって、はい、何回も一着交わせてもらって相性はいいんですよ。そうですね、相性はいいんです。やっぱり後ろ側に虫さんっていうこともいろいろ空気を読んでる感じですね。さすがだね、はい、ただオズ的にはマリムシさんの空気読んで、空気読んで抜いていかんだよね俺は抜いちゃった。たまにはもう抜いて、まあ、明日以降もね、またチューブで盛り上げてください。はい、ありがとうございました。そうですね、ワニブチさんがスタート、こうなんていうんですか、我慢してくれたっていうか、あ、前出るかなと思ったら中段やったんで、よかったですね。まあ、ね、ちょっと前走がオーバーワークで入られてっていうことだったんですけど、なんか岸和田の、校長のあの辺の流れがまたあります。地元屋でちょっと悪いとは言って俺やんので、もう気合で、はい、いや悪くはないですけど、はい、もうちょい感覚的には欲しいところですね。なんか見た目以上に結構風あるんですよ。朝方のバンクは、ホームバンク、はい、どこ風っていうイメージだったんですけど、なんか、はい、ずっとこうどっかから吹かれとる感じで、まあでも一瞬行けたでいいと思うんですけど、そうですね、だから明日以降から勝負ですけど、楽しみです。極力、まあ、得意なパターンに持ち込んで、はい、決勝乗れるように頑張ります、はい、決勝で待ってます、はい、